皆さんこんにちは。フラックスゴルフスクールの神田博一と申します。今日はこのようなグリーン周りからのチップショットについて説明していきます。チップショットはですね、パターと同じようなこうストロークでですね、それで、グリーン周りのアプローチを行っていきます。でこのような、ちょっとグリーンエッジから、2,3 ヤード離れたところでパターでは、少し距離感が難しくなるような場合に使うと有効です。このように、手首を使ってしまうと方向や距離が安定しないのでこれは NG です。正しくは、しっかりと体幹を使ってですね、パターのように、ストロークするというのが正しい動きになります。それでは実際に打っていきます。手首をこう使わずにですね、こう体幹でしっかりとストロークしていきます。このように、パターのストロークのように行う、チップショットは、ミスの、確率が少なく、グリーン周りで、しっかりとですね、寄せることができると思いますので、皆さん、試してみてください。